5番のプレイヤーは発言してください <laughs> いや、絶対今トップバッター来ると思った。なんとなくそんな予感がしてた。あのね、進行論ってな何言えばいいのかな何が一番いいんですかねまあ、自分の方針言っときましょうかね。えっと、よく LINE を見がちなんですよ。LINE をね、こう見がち。LINE を見るのは大事だけど、なんか LINE 見るとね、なんか黒いとかね、言われちゃうから、しっかり単体制させて結果的にこことここは二狼ですねっていうのをしっかり提示していこうかなって。 思いますかなあとはなん,なんだろう進行論ちょっと教えて6番さん進行論教えてえー、な,な何言えばいいのかな結局ね何言えばいいかわかんないうんいや6番さん進行論教えてください6番のプレイヤーは発言してください6番は進行論は教えれません、はい、<laughs> 5番さんねちょっとあの今ごめんあの <laughs> LINE <laughs> を見ていて、LINE ってあのこの人狼と人狼の LINE じゃなくて、あのー、普通の,あのアプリの LINE ね。LINE、うん、を見ていて5、うん、番さんの話を聞けておりません。はい、そしてなぜか進行論を述べてくださいという言葉だけが聞こえた。LINE <い>見るな、進行論そうだな。とりあえず、裏人は白くなれ。以上。<laughs> のプレイヤーは発言してください5番さんが言ってたのは、要は、LINE 考察よりは単体制査で黒位置を見極めて二路を釣っていきたいっていうのが5番さんの進行論。進行論というか、5番さんのやり方かな、うん、でも、5番さんのその方針、俺も賛成ですね。これ言うからじゃないかい。結構 LINE 考察しちゃうと、 あのこことここは LINE 切れてるからみたいなとかこことここは LINE つながってるから LINE いうよう,ななうすると黒いって言われちゃうからその人の発言を聞けなくなっちゃうんですよね、うん、その人が走ってる発言考えを聞けなくなっちゃうからだから LINE で黒白よりはあくまで発言内容で、うん、あの黒を見極めていきたいとそれは僕は賛成ですねで6番さんは うん、あまりなんか色見せなかったのかなっていう印象があるから、だから僕は6番さんを現状は釣りたいですね。以上です。終了ボタン。8番のプレイヤーは発言してください。追加しまーす。イン、コインコイン。はい。使用しまーす。カリオド使用します。で、えー、私の残り役出ないでください。対抗出ないでください。 2人および3人び出ないいでください私だけ仮脅しをします。わかりますかはい、分かってください。私だけ仮脅しようそれ以外出たら、村を乱すんでやめてください。で、この意味、パターン、すべて分析して分かっている人は分かってください。お前が人外だったら、8番人外で置いて、じゃあ8番人外で置いた時の、1周回った時の全部の白黒。 一旦マークつけてください。わかりましたか、うん、で、8番オナニープレイっていうんだったら、オナニー発言してください。聞き飽きました。私がカリです。で、残り、仮に、私がカリで出たので、うん、もう1人がカリで出ました。私は任天堂だと思ってます。うん、うん、キューブかな何言ってんだファミコンかな任天堂だと思ってます。3人出ても任天堂だと思います。 で、めんどくさいから出るなっ、つってんだよね。お酒飲んでるんで、ね、じゃ仮に私が人外だとしましょう。<laughs> じゃあ中間を取って狂人だとしましょう。狼が狩りとか出たら、そいつボケでしょ<何>あ、楽々、狩りウドローラーでしょ <laughs> じゃあシンカリ出たら <laughs> 新狩カリ釣っちゃったらどうすんの狩りウドローラーで。バカなの死ぬの <laughs> じゃあハンター出ました。スイッチなの狼からすれば2ううす、酔っ払ってるでしょ二人しかいなかったら、そういうことです。はい、全部。 池の水抜きます。私だけでいいんですんで。じゃあ夜私を噛む時、私が狂人だったらどうするんですか？全部池の水抜いてください。9番 <laughs> のプレイヤーは発言してください。発言は本当によくわかりません。えっ、ー、とね、まあ仮なら狩りでいいんだけど、5、6、7番さんの精査をしてください。で、えっ、ー、と出るなら2周目の方が良かったかなと思ってます。 その理由は、えっと、偽占い師が、まあ、役職のところに白を出せば、うんなんだろうな、なんか LINE も見づらいし、<laughs> えっとね、うん、なんか人外有利な気がしてしまうんですよね、私は。だから、1周目で出た理由も2周目に教えてください。で、5番さん、6番さん、7番さんについては、 えっとね、今のところ一番印象がいいのは7番さんかなと思いました。6番さんが、まあ、色見せない感じがするなっていうのは私も思ったので、そこは意見が一緒かなと思ってます。5番さんについては、えー、っと、まあ、全く色落ちしないかなと思いました。今のところ、まあ、2週目の発言にみんな期待してます。1番。 のプレイヤーは発言してください。さいはい。使用します。占い師です。左隣のね、2番占った。2番占ったら白です。2番は白です。はい、まあね、2番が占いで出たら、まあ、狂人<お>というふうになります。えー、グレーに関してね、えーと、5、6、7、9。まあ、8は狩人しようということで、また、その <laughs>、それをやるのか。8番よ。怖いなぁ。ー見えたくない,いな、8番。っていう感じかな。 ね、5番に関しては正直、ローチないので2周目。6番さんに関しては5番さんの話を聞まあ、LINE をしてたということで聞いていなかった。なので、6番さん2周目で伸びなければ、ちょっと釣り位置にも入ってきちゃうのかなって思っちゃう、まあ正直印象は悪かったです。うん、LINE をしてたっていうよりかはもゲームに参加してくださいっていうところ。うん、え7番さんに関して、七番さんに関しては、まあ、え6、まあ印象悪かった。まあ、 つ、つり位置上げてたのかなうーん。まあ、あの、人外だったらも、もっともっと叩いてるだろうっていうので、まあ、7万さん、まあ、正直、まあ、1周目の時点ね、まだ2、3、4って発言残ってるけど、まあ、つり位置ではないのかなって思っている。で、8番さん、<laughs> 8番さん、カリ、カリウドね。<laughs> あー、まあ、カリウドのね、そのお話するのはいいんだけど、ちょっと5、6、7にちょっと、ちょっと触れてほしいかなっていう9番の意見と同じ。うん うん。で、9番さんに関しては8番のそこにちゃんと突っ込んでいったのって、今のところ黒くは見えなかったっていうところかな。うん。そうですね。占い師。占い師ね。もし出たらね、バチコリ叩きたい、叩き、叩戦,戦いたいと思います。はい。それぐらいですかね。まあ正直、今、印象、印象悪いのは本当六6番。うん。5番、色落ちない。7番は、 ま白白かかっったたた番番番もののががと思いました、はいいいししははどうぞ 2> 2番のプレイヤーは発言してください色が高いです理由としては僕占い師で1番さん占いました1番さん白でしたということでフルオープンしてくださいこの番目フルオープンしてください、うん、右占いって強いのかなとか思ってやってみたけどこれってぶっ刺さりっすよねマジで強いこれフルオープンでいいですよね あまあ、3番、4番で占い師が出なかったらのことですけれども、まあ出ないでしょ、この番目。で、僕が新占い師で、グレー精査しますね。5番さんは LINE を CCO をち,ち,ちょっとちょっと待って、喋らして。5番さんは LINE を見るな、単体精査をしてくれって言ってて、6番さんは LINE を見てて、別のね、アプリの方の LINE を見てて、聞いてないっていうところで、 いやもう5番が LINE 見るな言うてんのに6番 LINE 見てるやんけっていうツッコミをできなかった7番さんのギャグセンスをねもう僕はもうちょっと怪しんでいますよねありらしいですすいませんどうぞ <laughs> はいってことですいませんちょっとそういうのはあれなんですけれどももうちょっとウントちゃんとしてたら僕しゃべられへんねんじゃとりあえずフルオープンこの番目は僕でカリですはいカリさん8番さんカリはいハンターさんも出てくださいよ 出てくださいよなぜ出ないんだ<断>まあまあまあいいですけど、絶対これフルオープンしてくださいうんだから7番さんはそこで突っ込めないのか、それとも真面目な人なのか、余裕がないのかどうなのかっていうところで、今のところ7番さん一番怪しいかなっていうところですね。うんで、8番さんは、うん、カリウド OK、9番さんはまあ全体に触れていたけれども、うん、なんか全体に触れてたけどヘイト買いたくない。 感じにもしましまたねうん56番さんはまあごめんなさい。今のところ色落ちはなかったですが、56番さんのやりとりはすっごくナイスでした。いっぱい出てくるいっぱい出てくるよし、カリオドローラしようぜ、以上 !3 番のプレイヤーは発言してください。はい、えっと私、村人陣営なんですけどえ、特にスラとかなかったらこれ、もう三人街が露出してますよね、これ。<laughs> え ちょっと待って、3えー、と4、4がカリウドでそれだから4、8がカリウド確定で、えー、9が焼く、焼く。うんまあ、この役、まあ、でもハンターで語ることはないかなっていうと、まあ4、8、9、ハンター <laughs> ちょっと待って、でも4、8で1人街、6、9で1人街、で1、2、1人街だよね。ちょっと、うーんなんだこれ。 占いの精査はもともかくとしてもうちょっと待ってもうこれ考察濁るわでもハンターうん行くならハンターかハンター行ってもし違うかったら相手を打てばいいねこれスイッチしてたらめんどくさいんだけどどうなんだろうね4番のプレイヤーは 発言してください,い。おはようございます。村人ジニーでした、えー。さっきチャットでも言ったように、カリウドが私でございます。まあ、8番さんは初めスイッチ、えー、かなと思ったんだけども。 あまあ、結局はまだ、どう語るといったところで。で、ハンターさんが9番でいいのかな。6番は違うということで、僕は今把握しておりますね。パン,ターなんでパン,パンサーなんでね。うーん。釣り位置としては、うんというところで、まあ、6番だよね。6番なんだけれども、えーまあ、発言的には、村は白くなれといったものの、うん、1周目ね。言ったものの、一番白くなれなかったのが6番さんかなという印象があります。 まあ7番さんはね、えー、的確に、うんまあ、5番への、えー、単体精査で黒を探す。それは賛成だと言っていた、うん、ところも僕ら、僕、う、は、ん、別にそれは全然怪しくないなというところかな。まあ、5番さんに関してはまあ1周目の1人目だったんでね、まあ、発言そこまで伸びないでしょう。グレー位置もないからね。うんでまあ、僕的には8番が、そうなんだね、もうまだ解離度を語るんであれば、うん、取り消さない限り人外確定なんですけれどもってとこかな。 うん、人外だった場合、狂人か人狼でどちらで出てきていいのかっていうところは、今まだには、それはわからない。でも、占い師だと、1、2番さんなんですけども、9番結局ハンターだったから、うん、まあいいんだけども、1番さんはね、あの、9番さんに対してまあ印象はいいと言ってものの、えー、と、別に9番さんなんで釣り位置上げてなかったし、うん、なんかその、 あのなんだその辺の発言に順番的に。言い方かうーん。ってところで、うーん、いまいちなんかな、なんで9番さんをそんなに、まず村置きしたのかなって、印象いいっつって言ってるのかなって思ったけどね。7番さん印象いいのはんとなくわかるけどね。カリードロラから言った方がいいのかなあまあ占、売らないし、1番さんはそこが突っ込みどころだったかなっていうと思いますけどね。うん。まあ、3番さんはちょっとわかんないです。以上。5番のプレイヤーは発言してください。はい。 一番さん、二番さんお互い疑って、疑ってるんじゃない、占ってるんですよね。ということで、新規確定で、んーで、えー、っと、これど、えー、っと、どっちがいいんだろうな、ハンター、ローラーから行きますね。なんか、八番さんがなんか、意味わかんねえかな、スライドしそうな気がし、しなくはないんですけどね。しなかったら、んー、な、んな、んどっちが狼なんですよね、ハンター。どういうつもりなんだろう。 まあハンターからでいいんじゃないかな思いますけどねで12の審議はそんなについてはないかな2が1に白出した理由とかまあ逆のことも言えますからね今日だったらしないとかなんとかねうん、えー、ちょっとそうだなちょっと情報多すぎるねまあ役職しようしてる人はしっかり発言してほしいかな6番のプレイヤーは 5番さ、僕はハンターじゃなくてパンサーです。はい。パンサーです。あ、これでね、盤面濁ったというのなら、釣られて差し上げようって感じなんですけど、それはちょっと、ね、何言ってんのあの、これ、柱発言した人、釣りますっていう人がもう、柱発言絶対釣りマンが出てくるから、これ。あのー、2週、じ <laughs> ゃって、2番目で強くなれさ、3番さん、4番さんか。 <laughs> すっげえお、おめえは2番目で白くなれんのかって話。ちょっと待ってな。<laughs> で、ちょっと8番さんのムーブがやっぱわからん,、うん。俺はそのムーブ嫌い。なにこれは、うん、もう8ずりしか飲めない、うん。またやったかって感じだけど、もうまたやったかとか言ったらメタ考察になるんだけども、ね。ただ、なにた,ただ、ただ、ただ、8番さんは、<laughs> 何 <laughs> やっぱり強人に見える、うん、狂強人にしか見えないんだよ強人は占いに出ても嫌<ー>なんということでいやちゃうわちょっと待っていや1番って占い師をしてたんしてなくない ?5 番さん言ってたけど誰か教えてあかんわもうお、はい、今日の釣り位置は6番さんです 7番。のプレイヤーは発言してください俺、自分釣りとか、そういう柱発言って俺、受け付けないんですよね。正直、賞味。だから今日は6番さん釣り、一本釣りですね。6番さん釣りしか止めません。うん、って言おうと思ったけど、もメモゼロなんですか。どうしようかね。 あーまあ、1、2が神経で,で、8、4が神道ですよね。じゃあ、じゃあですよ、八番さんがじゃあ狼だとして、仮にね。八番さん狼で、で、俺が死んだと決め打てと、対抗は出てくるなと、八番さん狼でそう言って。 で、その後、8番さんが対抗あるなら出てこいと言った発言。そして、8番さん目線の対抗が9番さんの発言のところまで出てこなくて、1番さんも出てこないか。1番さん、2番さん占って、で、2番さんは1番さんを占ったと。確かこの辺りで4番さんが出たような気がするな、正直。4番さん目線、8番さんがスイッチの可能性があると疑って出なかったと。 まあ、4番さんを狼として考えた場合ですね。まあ、12心境が透けて、フルオープン盤面になるのを恐れた4番さんが出てきた。というのも考えられなくはない。ですよね。ですよね。うん。12心境で、で、フルオープン盤面になるのを恐れた4番さんが対抗で出てきたと。 まあ8番の発言を聞いて決めますけど3番5番7番3番はしょうがないだけど5番5番からその発言出ないのはね真っ白あのねだからって5番黒なんて言ってない3番5番7番が真っ白白パワー白なのこの盤面は35なら真っ白なの。 分かります村の皆さん整理してください。357が真っ白なんです。だから5番が真っ白だから分かってんの。1、2、心境。で、役を殺していけば勝てるててだからどこから行くっていうんだけど、ハンターが間違ってたら、新ハンターは対抗ハンター打てっていう話だから。だからハンターローラから行こうって。5番絶対分かってたはずよ、うん、うん、ハンターから行くって。うん、白目線で行ってるだけ。で、7番も白。白目線で行ってる。 6ずり1本ずり。要するに、9、6で見たとき、俺降りないからね。4とも。つまり、6、9のハンター対抗と4、8の仮対抗。だから俺出るなって言ったんだよね。な、な、え何だけど、どっちが黒か、黒はどっちが、真かなんて、俺は分かんないの。 7の言う通り <laughs> で6がそういう発言をする6一本抜きだな酔っ払いはもう駄目だ発言的に9を置いといてるっていうところだよね抜けた方がよかったな先読んでる3 5 7真っ白12が白だし合ってるから真強なのだからローしかいないんだよね お酒飲んでやるのはおじだけどお酒飲んでる人と個人的には行ってないかな,ど,うなんだけど,どっちなんでしょう、うん、7の言う通り6一本ずりじゃあ六いきます九番何言ってんだこいつは全然頭に入ってこないんだけど六番さんはハンター C を取り消してますよででも四番さんもねなんだっっけ、えー、と八番さんのことはい加できない 8番さんのことを、あのね、今日かろうかわかんないって言ってたんだけど、把握漏れ把握漏れしてるなら4番さんもちょっと怪しくなるなって思ったんだけど、4番さん目線は絶対8番さんがろうですよねって思いました。ただ、8番さんの考察がちょっと意味不明すぎて、うもうグッジョブいらないから84ロラしていいかなって思ってます。 正直6番さんも全く色が見えないし全員釣りたいなもううん,うん <laughs> 6番さんハンター CO も取り消すの遅いからねほ3番さんと5番さんの考察もなんかあんまり意味がない感じになっちゃってる気がするそう私は今日84のロラで、えー、っと4番さんの把握もでも気になるけれども八番さん の言ってる意味が私は全く理解できないので、8番さん釣りから行きたいです。1番。うん。8は6のスライドを伸ばしてたんでしたね。え、9番。4、8、行っちゃうの ?6 がハンター降りたから ?6 番の発言、1周目はさておきさ、2周目の発言で残すべきな人材だと思いましたか ?9 番さん。 6番がスムラだとしても必要ないんじゃないかなって思うんですけど正直ムラりないムラりないと思うよ <laughs> うんよくわかんないね6番は今日はもう6つろうよまあ4848まあ新京で占い出てることによって48まあ6は分からんが4うんそうね48に一郎いることは確実なわん草 草ですね、えー、4番さん4番さんは占い師に関して1番にしか触れていない2番さんの印象が良かったんですか ?2 番さんの発言って1周目、まあ、私に白出してえー、なんか音楽聞こえない<ぼ>あれ何か僕のでしょう僕のなんか再生されてるのノリというかなんか7番のノリがどうのこうのみたいなちゃんとオオカミ探す気あるんですかね2番さんはバグかなこれ。 4番さんは何なんですかまるで私のシーンを落としにてン BGM が1番と2番、<laughs> なんで2番に触れないんですか ?9 番は白かったでしょう。白いというか、1周目の時点でね、それはもちろん変わりますよ。2周目の時点で、あの、2周目とかなったらね。<laughs> 私は1周目では9は白いと言った。うん、なんか見えてるんですかね、4番さん。 あー今日はでも6一本釣りでいいと思う正直ムラりがない残す必要ない考察伸びないと思います6番さん以上 2>, ん2番のプレイヤーは発言してください思うのは、えー、この中回ってきた中で4番さんと6番さんだけなんですよね盤面は整理ができていなかったっていうのは僕たちっていうのはもう信教で確定してるんですよねで、えー、8番対抗が真何 狂人か狼か分かんないけどっていう,う発言自体が4番さんの偽を語ってますよね、もう焦ってるようにしか思えません、6番さんも同様です、えー、占いが真牢、分かりませんがって発言をしていたので、も現実逃避してるようにしか見えなかったので、うん、僕、4・6で終わるんじゃないかなと思ってました、ただ9番さんがそこで4・8のロラ行きたい、えー、今日は意味が分からない8番さんから行きたいあなたね、本当にそう言ってるんですか、どう考えても8の方が新目高いでしょ。 オオカミですよ。オオカミなんですよ。村目線も8番か4番は。8がオオカミでそんなムーブするかいってところで、4、9も若干見えた。僕は4番さん間違いなくオオカミは思ってますよ。普通に。で、うん、1番さんの2戦目を下げる発言をしますね。うん、4番さんっていうのはオオカミであって、我々って神教っていうのはもう自分らで分かってるでしょ。そこで4番さん、何が見えてるんですか狂人でしょ僕と、僕とあなたは。どっちかが狂人でどっちかが神でしょ ?4 番さんが仮にオオカミだとしても見えるものはない。うん 見えるものは全くないってところで、一番さんもその辺がもう強人もう皆さん本当に分かって、僕が死。で、今日はね、6でいいと思うんですけど、よろしくパンサースライドしてるんで、何回行ったら分かる何回行ったら分かるパンサースえわかんないよ、もうコメントとかされたら。でもパンサースライドしたんでしょ <laughs> でパンサースライドしたけど、もうパンサー,はつるンサースもう狼よりパンサーの方が強そうやし、もうパンサースライドはつる。<laughs> 今日は6番行って、もう僕はね、 64で終わるんじゃないかなって思ってますね。うん、64じゃなかったら49。もう4はね、限りなく黒やと思ってるよ、僕は。<laughs> よろしく<番>時短よろしくこのプレイヤーは発言してください はい、そうですね、ちょっと、うん、こ,のこの村もややこしくてわからないんですけど、私も今日はうは、ん、ちょっと6番さんに行きたいかなって思ってますんで、6番さんが本当のハンターだったら、9番さんを打ってくれたら、すごい盤面がスッキリするんで、そういう意味でも、うん、お願いしたいかなと思ってます。そうですね、で6番さんがこれ発砲画面がなかった時に、うに、ん、いや、村ラスらラしたじゃんっていう発言で、5, 7, だ6番さんが本当に村なら、5721人路いることになるんだけど、 ううん、もうそれで負けたらもうしょうがないんじゃないかなと思う。<laughs> だから今日は6番さんに行きたい、うん。で、6番さんがハンターだったら9番さん打ってね。で、うん、もう占いし、もうこれ、心境で確定してるから別に、正直どっちが新名でも <laughs> まあいいんだけど、別に釣るのはならないしね。どうせ翌日仮ローラーになるから。まあだからこれで占いがどっちの仮に苦労とか出すかが、まあそれが見たいってぐらいかな、以上。そうね 4番のプレイヤーは発言してください。はい2周、えー、目お願いします。まあ僕もね、1周目はうくもりがあったんですよ。8番さんを強人か狼かどっちか分かんない発言。確かに1、2で強人が出ているんだよね。だから僕目線8番が人狼なんで僕は、えー、8ずりを押したいですね。6番。6番はもうスライドしているわけでしょ。ハンターじゃないって言ってんでしょ。で、2番さん、うん、僕突っ込んでおきますね。4級、6、4じゃなければ4 9なんですよね。 9番さんはハンターなんじゃないですか。4級で見ているんですね、2番さん。そこら辺で新芽はないと僕は思いましたね。で、1番さん、僕への突っ込みが激しいですね。うん。全く8番さんには1番さんは震えないというところお。1、2、どっちもぶっちゃけ新芽はないねんけどなってところかな、今のところは。うん。うえー。まあ、2番さんはまあ、4級で見てるのか。面白いね。4、6か4級でしょ。 うん、僕はまあ8番さんずりですね。8番さんが相変わらずまだそのムーブを続けるんであればもう人狼確定であります。うん3番さんは2番線のそこも突っ込みがないんだ。9番はハンターだよとか。うん3番さんはじゃあまだ6か9かどっちがハンターか分かっていないっていう感じなのかね。3番さんはね。うーん、なるほどね。やばい、メモが個1個全然僕占ってくれてもいいけどね。 あなたたち目線は4か8で人狼が出てるんでしょいや、黒が出ます、ね。がいい白が確実に出るわけがないですよね。いい強人だ、強人だとかっていう押し付けもできないからね。うーん。で、明日なんかローラーするとかなんか言ってたら、そんな余裕あるのかなって思いますけどね。カーリードローラーするなら今日からでしょ普通に考えて。全然。まあカーリードなんて僕もカーリード引いてるけど、グッジョブ出さなきゃ何の意味もないからね。 1>, 1グッジョブ出せればハンター発砲できるけど2グッジョブ出さなへんと長、えー、なんか1本も増えないからねぶっちゃけこんなの役合ってないようなもんだから僕は8番いきますよ行く人はカーリドローラー行く人は4か8好きにどうぞ僕は8番いきますうわどうする <laughs> うるせえしロック釣りたいのやなまあ負けなら負けでそれいいですねあ,ありえんオラじゃないべ 6番のプレイヤーは選ばれて,してくだたい <laughs> え頭開いてるやつ多いんですかねえ <laughs> この場面でグレーを詰めるバカどもがおるぞここに <laughs> お前ざいバカなんですかあなたたちはお前ざいバカでしょバカの何者でもないなんで俺がハンターやね俺はハンターじゃねえよ 新成人なんで許してください。バカすぎるやろ占いし、本当に大丈夫かこれ。<laughs> 村勝てねえよ、これ。なあ、バカなんマジで。え、困ったなあ、バカが多いなあ。おい、バカすぎるでしょ、これ。俺釣りをしたやつに真犯人がいます。はい。ね、真犯人がいます。おばあさん使用します。 <laughs> 夜が来ました目を閉じてくださいってなるとあと三釣りでしょもう決め打ちカリウド で欲しい早く噛んでくれなんか人気曲の方がなんか民の高い気がするんですけど気のせいですか僕は人狼殺一旦やめた時も新旧曲しかほぼなかったですよね人気曲めっちゃ出てたけど バグを置くてできなかったので、ね、確かねカメッカメッなんでかんでくれよ<番>マジかよ !4 番のプレイヤ,イヤーは発言してください,ださい3白4黒ということで1番が真ということで2番が強人ですね。 まあいいんですけども、まあ今日占い師行くか、カリ行くか、僕カリ行くんだったら当然8、占い師行くんであれば2ですね。けれども別に強靭釣るゲームでもないというところで、人狼釣るゲームなんで、僕は8番に相変わら投票したい、えー。7番さんはなぜ昨日僕に投票したのかっていうところをちゃんしっかりとあの答えていただきたいというところですかね。 えー、そうだね。まあ、例えば僕釣りになった場合、僕釣った場合はしっかりと8番さん釣ってくださいねってところ。うらあのカリードを決め打った場合、完全100%負けるのでね。えー、8番とのラインなんですけど、今のところ見えていません。なぜならば、8番の言ってることがいまだに僕もちょっと理解ができないからです。8番とのラインは見えない。というところで、単体精査、皆さんしてくださいね。5番さん単体精査好きでしょ。7番さんも単体精査好きなんでしょ。しっかりと僕は8番に入れます。以上。 5番のプレイヤーは発言してくださいいや、狼噛んでくれよなんで噛んでくれねえんだよ退出したいよ、早く噛次噛んでくれ頼む。えー、っと、そうね。まあ、そすか、8番は酔っ払いなのか。まあね、8は、 4番、8番さんはね、4番さんに入れるべきだったし、4番さんもね、8番さんに入れるべきだったね。まあ、村全体でね、6番さんがもう意味不明すぎるかな。あ、あのー、まあ、釣りたいっていうのはわかるんだけど、まあ、仮糸同士は、まあ、少なくともね、あのー、お互い入れるべきだったよね。うん。で、そうだな。まあ、占い理由かな、あとは教えてほしいのは。うん。 ただ、ここで4占う理由あるのかな ?4 番さん自分占ってくれみたいな言ってたけど、占う理由はないんじゃないかなグレーから占うべきだと思うかなで、えー、っと、そうね。あ、延長しちゃった。まあ、言うことないけど、グレーから占うべきじゃないまあ、1等教えてほしいかな、それぞれ。あの、占った理由、しっかり言ってほしい。納得できる理由を。で、今日は4か8の決め打ちかなとこだね。まあ、8酔っ払いだから、もつろっかな。 8つれもう。まあ、負けてもいいや。まあ8、8つろか。わけわかんないし。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、8番さんは絶対つらせませんよ。5番さん。その手には乗りませんよ。もうね、これはね、決め打ちでいいと思う。決め打ちというかもう、あの、透けましたね。透けました。はい。あの、言ってきます、僕が。 8番さんが新狩り、9番さんハンター、1番さん狂人、2番さんが新占い師、4番さん黒相方として濃厚なのは5番さんですね。で、なんでこの発言になってるかっていうと、狂人目線ですね、狩り戸にオオカミがいる状態で、占うとですね、要はオオカミ殺してしまうことになるんですよね。人確率であれ目線か えー、グレーを占った方が教授目線はいいんですよね。確かに。かなんで、えー、2番さんが新1番さんが強。<ー>そして、まあこれ,これあの、あえてですね、うんあの、初日の2週目では言わなかったんですけど、うん、ここあの、ランダム白の部屋においてですね、うん、占ったという発言はごは、うんと。だかしかし、1番さんの口からはですね、あの2番さんを占った その紙ありんじゃなかった、ね、まあでもその後すぐに2番さんがですね、まあ1番さんになって白を出たと。まあお互い同じことは言ってる。そして、ああまあもう一つ言うとすれば、もし仮にですね、2番さんが強人だとすると、1番さんに白を出すメリットはないんですよね。わか,かりますかこの理論は。2番さんがもし強人だとしたら、絶対にグレーに白を出すんですよね。そっちの方が絶対に強人の理があると思ってるんで。そして2番さん強人なら、 あれそうでしたっけ神なしで聞いたんですけど、噛みりでした。2番さんはでも強靭なら絶対に。<laughs> マジで。ということで、今日は4番さん投票しか飲めません。8番のプレイヤーは発言してください。追加します。何度も言いますが。追加するな、お前は。3、5、7は白なんです。4番はそれをなぜ言わないんですか。本当の在庫ならね、4番ね。お前は追加するな 三五七、3, 5, 7, 白なのじゃあ、六が連れてるか連れてないか、五番もちゃんと考察してよ。お前ならできるくせに、なんで死ねん、てめえ5、五番。ごめんなさい、ごめんなさい。五番のくせに。ごめんなさい。お前だったらできるはずだろごめんなさい、褒められてるのか、め褒められてるのか。やんとくやんねえ。もういいか、恐怖しないごめんなさいお前ならさ、三五七が隠しろって分かってんだろうかよ。ごめんなさい。で、六連れたか連れてないか見ろよ、お前自で。

何ニヤニヤしながら分かった風なことを言ってたうわ <laughs> <の>ごめん。お前の目線何なので、分かんなかったも番が一番まとも。4か8どっちか分かってない。7は4が黒かもしんない。8が黒かもしんない。1番フラットに見てる。お前5番何なのそのロックオンの理由を5番は言えよ。に。<laughs> すみません。じゃあ隠しするなら話しかけないでください。ごめんなさい。分かってる

でもなんか7番さんはちょっと逆メタ逆メタなんだろうメタ <laughs> メタになっちゃった <laughs>。昨日なんか4番さんが自分を占ってくれてもいいけどって言ってたけど私は仮占う盤面じゃないんじゃないかなって思って、うん、4番さんのムーブも怪しいなーって思って2番さんの占い方もわからないけれども、うん でも狩人に黒出せてしまうところがちょっと芯っぽいなぁとは思いました逆メタってことはメタじゃないってことなんでだから48で言うと四番さんの方が狼メタかくてで五七に叩いてたところから四番さんだとすると相方六なのかなって思うんですけど八番さんの暴言はちょっと釣りたいかなと思ってます正直負けてもどっちでもいいかなって思ってるので四八を持った方に入れようかなと思ってます一番 のプレイヤーは発言してくださいまずさんまさん占った理由さんまさん占った理由はね、えー、占いが、えー、48、まあ、どっちかに黒出たらって言ってたんですよいやそれはさ村目線全員が全員ね48どっちかに一色いるのは分かってるの、うん、だからそこを占うよりかはグレー狭めた方がいいでしょってところそ<う>6で落ちてない場合を考えたら357、うん 占うべきでしょなんでカリウド占う理由があるのってそ,うそうだそうだなやああそうだな !8 番頑張れえっ、ー、とそうだなえっと7番さんと7番だえっとカリウド決めカリウド占うが決めたって言ってた。でさんまさんその発言が気になって一番色落ちなかったのは3番さんなの私の中でね。だからさんまさん占いました。うん。 だって6で落ちるかかわんんないじゃんで8番もね、えーうん、3 5 7白角あ角白しうん角白って言ってたんだよじゃあ8番目線は4 6で折ってるってこと ?6 で落ちてるっていう目線になるんですよね8番さん。何か見えてるんですか <laughs> ?3 5 7白角6で落ちてると思ってるんですか8番さんは。 いや私は正直、6番で一落ちてるとは、追えないかなとは思う。正直、あのムーブじゃわからないですね。ムーブというか、あの発言、よくわからない、むらりがないことで。なので、私は今日、8番に入れたいと思います。やすいや、カイ猟と占う理由ないでしょ。一応いるのは分かってんだからさ、グレ詰めようぜっていう話、今日は8番入れます。 2>, 2番、森香雲子賞。発言してください。<laughs> うん、一番さんの言ってる意味が全くわかりません。うん、僕、狩人を占った理由は、え、一番さんを釣り押すことが、この番目、城を見つけてしまった時。できないと思ったから、もう狩人。 カリウド占って確実に黒を見つけに行きました。一番さん、8番投票するんやったら、じゃあ、じゃあなおさらカリウド占った方がよくねって感じ。あなたがこの盤面で一番しなければいけないのは、僕を釣り押すことをスコットね、黒を確実に見れてないから。ってところで、一番さんの偽戦目がね、もう皆さんにはお分かりいただけたでしょうか。でも本当に重たい。この,この村、本当に重たいよ、本当。ラメック星の5倍くらい重力あるんちゃうかな、思って聞いてました。<laughs> で 僕ねほんま2週目かなりやべえこと言ってましたよね。9番さんハンタースライドしてて、ほんまやべえな、9番さんには悪いなと思って、謝ろうかなと思ったんですけど、おばさん、信用したんで、おばはんやったらええわ、思って、もう9番には謝りません。とりあえず、うん今日は僕、うん、4番さんに投票なんだけど、1番さん、そんなご主人様、2分の1で大丈夫ですかっていう、まあね、そんな感じですね。今日は4番に投票します。以上。投票を始めてください。 違う、私じゃありません。何かの間違いです。八 <laughs> 番のプレイヤーが選ばれました。お開けていいです。ゲーム終了。<laughs> <laughs> いやいいやいやいや,や,やだったーしーやっぱりね。うん。やっぱ68だと思ってたよ、僕は。うん。やっぱりね。名推理光りましたね、これは。しゅわ。分かってましたよ、僕は。うん。68ラインが見えたしね。うん。まあ、単体制度でも黒かったし。うん。いや良かったですね。これは、すごくね。いい勝ちですね。気持ちよかったですね。